世の乱れは日増しに強くなっている。我らも次代の北斗を継ぐ者を定めねばならぬ。今よりお前たちに暗殺権の意味を問う。正しき答えを導いた者のみに北斗神拳伝承者の資格を与える。無駄だろう、どうせ決まってる。本命は時か。何が何でもケンシロウだけには絶対負けねえ。俺はあなたが伝承者となると信じている。ケンシロウ、お前もまだ伝承者候補であることを忘れるな。勇者甘え、はじめ。兄者は分かっているのか。もう伝承者は決まっているんだぞ。そうやってほざけ。道を阻む者も砕けぬ。弱い剣しか持たぬならな。北斗の朝廷よ、伝承者候補として悔いのない戦いをしよう。そんな甘ったれた姿勢ではうぬに伝承者としての資格などないわ。ラオウ、今は何も言うまい。ただ宿命を己の剣に問おう。兄弟すべてを制したが、見事な剣であった。時、いやケンシロウ、ユリア、無事でよかった。時、そんな。
第64代北斗神拳伝承者は伝四郎とする。天はやはりこの俺を欲しているということ。もはやこの場所に用はない。ラオウ、あなたは死を。トキオ、今のお前に何ができる。俺の剣を止め、この世を平安に導くことができるとでも。無駄だトキ、龍剣は老いに果て、お前は病に倒れた。愚かな弟トキオ、お前はもう俺を超えることなどできぬ。俺を目指した時は死んだのだ。俺はこれより世紀末覇者剣豪となる。天を目指すはこのラオウただ一人。